山口おもしろ見聞録始まるよ。起承転結、彼女は毎日がこの4文字との戦い。全国に多くのファンを持ち、母であり超多忙ともいえるスケジュールをこなし、ひたすら笑いを振りまく作品を世に送っているスーパーウーマン、人呼んで女流漫画家坂本美由紀。今回の山口おもしろ見聞録はこの女流漫画家の世界にちょいと首を突っ込み、起承転結の世界を覗いてみました。山口おもしろ見聞録 CM。 これが私の代表作のスタミナ金ちゃんです。ラーメンが大好きな元気いっぱいの2歳児のドタバタ4コマ漫画です。このスタミナ金ちゃんっていうのは雑誌がなくなりまして一度なくなったんですが、今漫画タイムでウルトラ金ちゃんと解体されてシリーズ連載されております。スランプですか。スランプ、もう子供2人を食わすって私の中の何て言うんですか、中心にあるものが子供の飯なんですよ。だからスランプがあろうが何がどうなろうが書かねば食えないっていうところで、だからスランプがあってもとにかく書いてます。どういう状況でも飯を食わせるのかな。多分自分だけのためだったらスランプだって言ってもーって落ち込んでられると思うんですが、この目の前にある2人の子供のために食わせねばならないと思ったら、誰が何を言ってこようが、編集が何を言おうが、誰が批判しようが書かないといけないんですよ、とにかく。だからはっきり言って神経症になったこともあるんですよ。なんていうか動悸息切れ、めまいだ、急進みたいな、そういう風な状況になっちゃってて、お医者さんに行っても体にどこも悪くない、結局精神的なもんでしょって言われて、で結局神経症だっていうふうに分かったんですが、いまだに時々ストレスとかなんか疲れが溜まったりすると過換気って言いましたら、ちょっと息ができないような苦しい状態になるんですが、まあそれでもまあやらなきゃいけないってところで、今度は息子が病気になりまして、でお母さんがなんか弱音吐いてる場合じゃないぜっていうふうに、なんか気持ちが変わって、でじゃあどれが一番大事なんだろうっていうふうに優先順位っていうのが自分の中でどんどん出来上がってきて、そしたらまず最初まず子供の飯、子供を食べさせることだっていう気がつきまして、それから迷いがなくなりました。基本的にはとにかくやるということですか。まずやる、それからやらないで文句言ってるよりかやってできないなと思います、苦しいなと思います。自分の成長につながると思います。山口おもしろ見聞録 CM。 坂本のために気を切っておるじゃないですけど、ぜひアンケートを出して、坂本美由紀の作品に丸をつけてぜひ出してください。よろしくお願いします。山口おもしろ見聞録